清水城は山形県最上郡大倉村。清水、平にあった日本の城。形式は平山城である。山形県指定史跡。文明十年築城である。芝金よりのひ孫にあたるもがみ市一門の成沢、万宮は文明八年に最上地方攻略のため大倉村神殿に館を築いてこの地に進出。その二年後、 最上川を見下ろす高台に、清水城を築城した。以後、清水市を名乗り、清水城は、最上地方をめぐる無闘し小野寺市との戦乱の最前線として、また、最上地方南部の両国経営の中心として、発展した。清水の地は、最上川中流域の中心都市であり、日本海航路から最上川を遡り、山形県内陸へと物資を運ぶための重要な、 中継基地でもあった。そのため、武藤氏にとっても手に入れたい重要な拠点であり、何度も武藤勢の攻撃を受け、逆に、最上氏の省内進出の足がかりともなった。清水氏五代の清水義隆が、本号会の戦いで、武藤義造の軍勢と戦って討ち死にし、その後六代、清水義氏が継いだ。義氏には男子がなく、娘が、向こうを迎えるはずであったが、 もがみ満の三男を養子として迎え入ることとなった。こうして迎え入れられた義親が七代、清水義親となる。義氏の娘、清水姫は二十歳で精細と死別していた、義満の側室として嫁いだ。なお、大倉村の由来は、清水義親が大倉大輔であったことに由来する。しかし、清水義親は、清水氏の養子となる以前に、 豊臣家に近似として仕えていたことがあり、その縁で豊臣秀頼とも交わっていた。これが後年に悲劇につながる。慶長18年、徳川家康と豊臣秀頼との対立が決定的になると、最上家は密書により、徳川家康ら東軍諸将から清水義地と豊臣家との内通を疑われてしまう。もがみ義光の死後。 その家督を継いだ実刑のもがみえちかは、疑いを晴らすために弟である、清水義鹿の追悼を決断し、翌慶長19年に、清水城を攻めて落城させる。清水義鹿は、13歳であった、着手義次ともども切腹させられ、ここに、清水家は滅亡、清水城は、廃城となった。建物は、一切残っていないが、土塁、空堀等が残されており、 城全体が良好に残されている。中世の城郭構造がわかる貴重な史跡である。周運を活用した城であったため、現位な沢地区から城跡へ続く、運搬道跡も残されている。城跡の南方に広がる田畑は、二日町と呼ばれ、当時の武家屋敷跡である。これら武家屋敷跡は昭和43年頃から始まった補助整備事業によって、跡形なく、 取り壊され現在に至っている。新庄方面から国道458号本郷会バイパスの大倉橋を渡り、突き当たりを右折すぐ。ありがとうございます。